バラ焼き。三沢市にて。バラ焼きとは、約60年前の青森県三沢市を発祥とし、戸和田市などの南部地方へと広まったとされる、ご当地グルメである。大量の玉ねぎとバラ肉を醤油ベースの甘辛いタレで、絡め、鉄板で焼き締めて食べる料理である。2010年1月の時点で、戸和田バラ焼き提供店では90%ほどの、 店が牛バラ焼きを提供している。牛バラ肉の外、豚、馬、羊のバラ焼きを提供している店も存在する。三沢市の米軍三沢基地近くにある食堂、赤のれんが、バラ焼き発祥の店であり、現在も、バラ焼き発祥の店と看板に掲げ、営業を続けている。ただし発祥に関しては、関西では牛バラ肉、関東では、 豚バラ肉を主に戦前から食べていたことから何をもってバラ焼きの定義とするかによって諸説がある。戸和田バラ焼きゼミナールの調査では、戸和田市内でバラ焼きを提供している店舗が約80店舗強である。全国に存在するご当地グルメ同様、多くのバラ焼き提供店が存在する戸和田市では、戸和田バラ焼きを町おこし目的のご当地グルメ B 級グルメと位置づけ、 商工関係者らと協力し県内外への PR 活動を行っている。戸和田ばら焼きゼミナールが出展したイベント。戸和田ばら焼きゼミナール監修のもと、あくまでも戸和田市に、ばら焼きを食べに来てもらうことを目的として、タレや、弁当などが商品化されている。ばら焼き発祥の地、三沢市発の企画としても商品化されている。 三沢市の米軍三沢基地に近い食堂もしくは焼肉店が発祥だという説が有力。三沢市の米軍三沢基地に近い食堂もしくは焼肉店が発祥だという説が有力。とわだバラ焼きゼミナール HP 内のとわだバラ焼きマップとわだ市のバラ焼きによる町おこし、とわだ市公式ホームページとわだバラ焼きゼミナール HP 作成。 と和田商工会議所政策と展望、小山田久喜美式 HP5 月11日に植え付けた玉ねぎの収穫祭も行われる予定だったが、前日の雨により中止となった八戸せんべい汁3位、B-1 グランプリデイリー東北、2010年9月20日、と和田バラ焼き、金北海道、東北 B-1GP デイリー東北、2010年10月25日、 バラ焼き商標登録とあだ商議書デイリー東北2011年2月10日とわだバラ焼きゼミナールメンバーが青森県内限定で放映された CM に出演した東北エリア代表バラ焼き弁当の他に各エリア代表として北海道ザンギソース丼関東新州名物山賊焼き弁当中部イタリアンガ味噌カツ丼近畿ご当地 B 級グルメ対決弁当、中四国、チャーシュー卵飯、九州、超人パワー弁当がある。ありがとうございます。